やっぱり来たわね。人間としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと。可愛い夢丸が目の前で殺されたら雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、 それを飲む信長の力も強くなるという戦法。そのために二人許せねえ。<笑>さあ、私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。
しっかりしろ、楓。楓、ここでゆっくり休んでいるんだ。玄豆。待っていろ、雪姫、夢丸。今助けに行くからな。虫けの目、よくたどり着いたな。だがここまでだ。ここから先は幻魔の世界、人間のお前は通せんな。またてめえか、突っ込んでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと、人間の分際でこのギルベンスタン様をバカにしてるとは。まあいい、ならば私の作り出した最高傑作と戦ってみよう。マーセラス。行け、マーセラス。手当たった虫からお伝えしてください。
Thank you.